クリムカラダグー書体とドゥムタイマルヌンゴシックパタンタイクンミン音が作られて以降、ハングルの書体は木版印刷で使われていた小語体から徐々に実用的な形へ変化した。しかし約404年間にわたるハングルの書体の変遷を今日文献で調べると、そのような明らかな変化がなかったように見える。これは文字を使える人が量版階層に制限されていて、 また筆で文字を書いたからである。板本体ハングルの書体には次のようなものがある。板本体、訓民正音の半銀に使われたのでこの名がある。正音体とも言う。最も古い書体で、全体的に四角く漢字の霊書体と似ている。旧書体を主に宮中の女性が使ったのでこの名がある。旧体とも言う。毛筆で書いた柔らかい線が特徴。正体。 反フリムからだ。フリム体があり、それぞれ漢字の解書、行書、草書に相当する。フリムは流すという意味。パターン体明朝からだ。パターンは基礎という意味。とつむ体格ごしく体。とつむは目立つように上げるという意味。クリムから黙るごしく体。クリムは丸く削るという意味。1995年にマイクロソフトが 日本のナールという書体の原図をそのまま借用して、クリム体と命名し、マイクロソフトウィンドウズの基本書体としたことから、一般に普及した。マルグンゴシックマイクロソフトウィンドウズビスタの標準書体として開発された書体。マルグンは、済んだという意味。当初漢字が収録されていなかったが、ウィンドウズ10のプレビュー版に収録されているバージョン6.50。 からは、漢字も収録されている。アプラミンジョーマック OS1010.3 から、バンドルされている明長からだ。アプラガースックマック o s 1 0 2 4から、バンドルされている、ゴシック体。ガンセオマック o s 1 0 2 4から、バンドルされている、毛筆体。ネイナムゴシック、ネイナムマヨングジョー o s 1 0 7から、バンドルされている、ゴシック体、明長からだ。 アンバタンフリーで配布されている明長体本と、韓国初体用語辞典によれば、明長体とゴシック体という名前は日本式であるから、韓国語に変えようという主張により名前をパタン体ととどむ体に定めた。ありがとうございます。